富士宮市にある富士山本宮浅間大社では桜の花が見ごろになっています。浅間大社の御神木は桜で、境内にはソメイヨシノやしだれ桜などおよそ500本の桜が植えられています。今年は例年より1週間ほど桜の開花が遅く、本殿に続くおよそ50メートルの参道の桜は今が見ごろで、多くの参拝者が写真を撮っていました。非常に風情があって、命が現れたような感じで堪能させていただきました。今日はとってもいい時に来まして、本当にもうワクワクします。桜見て素敵で良かったです。浅間大社の桜の見ごろは今月中旬ごろまでで、夜桜を楽しめる幻想的なライトアップも行われています。